内戦一体とは、大日本帝国統治下の朝鮮において、朝鮮を差別待遇せずに内地と一体化しようというスローガンである。国策としての指定勝者は、第八大朝鮮総督、南二郎で、半島人を、指定中領、なる広告親民、たらしめることを目的とした、同化政策の一つで、朝鮮統治後大成功の基調をなす概念。また、内戦一体は、 千万一女とタイとされた。1920年に行われた、旧大官帝国最後の皇太子両銀と日本の皇族である梨本の宮家の政子女王の成婚の際、内戦一体、日戦優和というスローガンが初めて用いられた。1931年に満州事変が勃発すると、宇垣一世総督によって、朝鮮の同化を目的とした内戦優和運動が提唱された。 1936年に就任した第8大朝鮮、総督、南次郎は内戦融和をさらに進めたスローガンとしての内戦一体を訓示し、さらに強く打ち出し始めた。それにより、朝鮮の大陸平坦基地としての役割、朝鮮人による戦争協力、公民化が強化された。朝鮮語を日本語でとって変わっていた。具体的には1938年に、 第三次朝鮮教育令も、同スローガンの精神に則っ,って、一主導人の建前のもとに改正され、朝鮮語母語話者であり、国語を常用しない者の,の区別が解消された。これに伴って、陸軍特別志願兵制度が創設されて、朝鮮人日本兵の採用も始まった。また、前年制定された映画法に続く九百四十年の朝鮮映画令では、朝鮮の映画が、 朝鮮総督府の統制下に置かれた。このような実践面においては内戦一体の身を挙げるという言葉が使われた。1939年のモダン日本には少数民族の軍雄が時代にそぐわないとし、内戦一体は東和の環境が命ずる自然の制約であるとする三原井達夫の内戦一体論が掲載された。戦争の拡大の結果として、 帝国の大陸政策の前衛である平坦基地としての挑戦において内戦一体がより必要とされ、また発行一部の大理想を実現するためには国民各自が自制自粛して尻死欲よりも公益を尊ぶ滅死暴行を持つしかないとされ、必要と大義名分の両面から国民精神総動員をもってして民衆を有料なる広告新民たらしめ、 産業経済、交通、文化を拡充して、朝鮮人の民道、内地人と同等にまで引き上げて、内戦一体の身を上げ、ひいては応答は共栄圏の確立にもつなげることを目指した。ありがとうございます。